今回は藤井聡太さんの出現が将棋のゲーム性を変えてしまったのではないかと議論する将棋ファンの声を紹介します。ではいきます。藤井聡太は相手が中盤に一つ疑問手指して優勢を築くとそのまま最善手で最後まで押し切る。こんな勝ち方って普通の棋士にとっては年に1回の快勝負なのに、藤井聡太は毎週やってる。藤井聡太登場前はタイトル戦でも中終盤で 2.3 点するのが割と普通で、それが名局とか言われてた。それと比較すると藤井聡太の将棋は別のゲームに見える。正直、プロ棋士もこんなシビアなゲームという認識はなかったと思う。お互いに最善手を目指しながらも事前手、疑問手、悪手を差し合いながら、その中で一歩抜け出るのが勝負だと思ってた。でも、今の藤井聡太とは勝負という局面にもならない。ただただ相手の疑問手、悪手に対して最善手を積み重ねられて押し切る。いきなり将棋というゲームのスタンダードが上がってしまった。そして藤井聡太と同世代や若い世代にとっては、このレベルの将棋がスタンダードになるわけだ。このレベルに達することが、トップ棋士へのスタートラインということになる。将棋ソフトは常に最短ルートを示すカーナビ。最短だけど、細くて曲がりくねってて踏み外したら崖の下という危険な道を示してくる。コンピュータはミスしないからその道を行くのが最短だけど、人間は多少遠回りでももっと通い慣れた安全な道を進む。だから将棋ソフトの活用法は、序盤はあくまで参考、中盤で読み抜けがないかチェック、人間的に違和感のある手は無視、終盤の寄せは正確に早く読むので便利くらいだったのが、若手たちは将棋ソフトの感覚をそのまま自分にインストールしようとしている。人間的に違和感のあるという概念をなくして、序盤の組み立てから自分よりも強いソフトから本気で学ぼうとしている。その代表格が藤井聡太。序盤はむしろ藤井さんの対局者の方が研究してきてるでしょう。後手の時は大抵五分化をされてる。渡辺、豊島、永瀬、稲葉、ハブ、みんなそう。確かに藤井君も1割5分は負ける。最善手だけを指しているわけではない。暗記原色が強くなったね。評価値見ないで見てみろよ。トッププロにしか関係ないだろ。誰も藤井聡太君みたいにさせないし、アマチュアには関係ない。藤井というより AI だろ。トップ層のみだな。下位や中堅は30代やベテランも変わらず昔からの得意戦法を指してる。今までぬるま湯だっただけの話。むしろアマの方が相手弱くて直線に踏み込むから最善連発は簡単。プロは読み切れないようにあの手この手で複雑にするから難しくなる。研究しててもすぐ道の局面になるらしいから、藤井はそこから強いんだろうな。何でも他人のせいにするやつの言い分だな。ゲーム性が変わったっていうか、逆に浮き彫りになった感。将棋は何も変わってないし、これからも変わらない。藤井も無数の負け筋を見出しながら必死でかいくぐって最善手を指しているんだが、将棋を知らないにわか藤井ファンは単に最善手を指して勝つゲームだと勘違いしがち。そして中継番組はみんなにわかファンを取り込むのに全力で、 AI が示している手を指してれば勝てますと言わんばかりの頭を使わない解説を推奨している。変わったのは新しい将棋ファンの新しい観戦スタイル。面白みがなくなったよね。にわかと言いたいだけの老害。これまあ藤井というか AI のせいだけど。というか AI 誕生前でもこれだけレート差がある棋士が番勝負で勝つのは無理だったろ。多少性能が良い CPU は使ってるんだろうけど、将棋ソフトもパソコンもみんな平等に持ってるはずなのに、なんで藤井聡太だけがこんなに強いんだ。真剣に研究してるのは全棋士の 10% いたら御の字でしょ。今まで羽生世代まで矢倉とかプロレスやってたのに、藤井くんが総合格闘技やり始めた。対応できないレスラー棋士はリングを去る。
東洋の島国で序盤研究はせず先手も後手も戦える指定局面から指し継ぎましょうや、という不分立でのほほん遠大将棋してたところに、西洋の熾烈な競争を持ち込まれて、びっくりした装飾騎士たちはみんな食べられてしまいましたとさ。めでたしめでたし。弱い奴が分かったようなこと言ってるだけ、見る将丸だし。10年前より今の将棋の方がはるかに面白い。格闘技に例えるなら、今まで普通に総合格闘技やってたのに、次にこの技を決めれば勝率パーセントと表示されるようになって、表示されたものと別の技を決めても減点されてしまう採点競技みたいになってしまった感じ。10年前は NHK 杯も視聴率 1% 未満になりかけていたから、すでに将棋ファンが将棋離れしてたからな。今現在見る将が全く寄ってこない対局はとっくの昔に見限られてる終わったぜ。フィギュアスケートや体操に近くなったよな。トータルの完成度とバランスが求められるようになった。逆に芸術性の要素は少なくなった。藤井ウルトラ E 難度とか名前がつくぞ。良くも悪くもソフトの暗記将棋になってしまった。しかも対戦相手が避けなければほぼ角換わりしか見られないというね。藤井、豊島、永瀬の御三家のせいやね。20年前は NHK 杯視聴率が数パーセントあったから、従来の見方をしてる人たちは今よりたくさんいたんだろうけど、評価値が中継につきまとう前からプロ将棋に関心ある人たちが激減してたんだよ。それに気がつかずに未だに時代に取り残されてる人たちは、もはや将棋ファンから必要とされてないんだよ。自分がついていけないからって文句を言うのはただの老害では。今の将棋を面白いと思う人が減っているなら将棋界はもっと冷えてるはず。研究会での研究は棋士が盤駒使って検討してるだけだから、静寂を指してるとは限らないから全然違うよね。今は棋士が100回対局しても一度も叶わないようなソフトが出した手順を暗記してるわけよ。もちろん今の将棋の方が強いソフトの手順をなぞるわけだから精度は高いけどね。現代将棋がソフトの暗記将棋ってのは良し悪しの話じゃなくて、客観的事実を述べてるだけだよ。研究した手順が正解なのかわからない時代と、研究すれば正解がわかる今と比べてどうすんの。しかも今は正解手を生み出すのに頭はいらない。ぶっちゃけ藤井は強いけど、20年前に存在して藤井システムを生み出すことはない。藤井システムを自力だけで攻略できたかどうかも疑問。みんな藤井が新手を学んでて、それは AI 暗記とは違うってことも知らないんだな。藤井聡太がそんな将棋をさせるようになったのも AI のおかげ。結局 AI のせいでであり、もっと遡れば IT 研究者のせいでということだ。将棋連盟の力だけでは将棋のレベルをここまで向上させることはできなかった。もちろん AI の教えを受け止められる藤井の天分あってのことだし、藤井の中身の全てが AI でできているなどとも言わないが、 AI の進歩クラス、たまたまそのタイミングで藤井という器が誕生したことが将棋が急に変わった理由の答え。かといって自力勝負に出たら完全に藤井の土俵だしな。鶏と卵の話じゃないけど、 AI なかったら藤井聡太が最善手を積み重ねるような将棋を指してるかどうかもわからなかったわけで。藤井聡太の読み抜けを当てるゲーム。藤井は関係ない。 AI で序盤戦術が固まったから、そりゃみんな同じことするよねってなっただけの話。各代わりなんか暗記合戦で退屈で仕方ない。それは豊島がやってたことで藤井が始めたわけじゃないし、今でも藤井より永瀬や伊藤の方がやってることだろ。ここで言ってる最善手ってソフトの評価値が最大になる指し手であって、本当の意味での最善手じゃないでしょ。ソフトの評価値が最大になる手を指せるようになったのは、ソフトに感覚を近づけるための勉強がうまくいってるからそうなってるだけ。順番が逆なんだよ。あと、誰かができてるならそのうちみんなが追随するよ。将棋というゲームの欠陥の責任をプレイヤーに押し付けるなよ。プレイヤーはルールに定められている範囲内で最善を目指しているだけ。藤井聡太のせいじゃなくて AI のせい。藤井で10枚から電王戦やっててな。
回はここまでだよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではごきげんよう。